はい、アメシャワードの公式 YouTube チャンネル、本日はですね、新車の試乗、新車紹介ですね。こちらジープレネゲード 4xe、 先頃発表になったばっかりのジープ初のプラグインハイブリッド、こちらを紹介します。はい、で今回ですね、このレネゲードのプラグインハイブリッド2グレード出ておりまして、こちらはトレイルホーク、車両本体価格503万円になります。でもう一つがこちら、今ショールームにあるリミテッド、リミテッドは498万円で、装備とか出力とかが2台で結構違います。でまずこちらトレイルホークの方を紹介します。はい、こちらプラグインハイブリッド 4xe のトレイルホークなんですが、外観基本的なボディデザインに関してはこれまでのガソリンのトレイルホークと基本的には同じなんですが、細かいところがちょこちょこ違います。まずですね、こちらフロントノーズのジープのエンブレム、アウトライン周りがちょっとブルーになってます。でこれがまず1箇所で、さらにですね、こちらのトレイルレーテッドのエンブレム、こちらが黒になってます。このカラーが違います。でさらにですね、こちらドアのレネゲードのロゴなんですが、こちら D の真ん中にバッテン 4xe のバイがデザインされてます。でリア周りに関してもこちらのトレイルホークのエンブレム、こちらが黒ですね。でさらにジープのロゴ、こちらも周りにブルーのアウトライン。でさらに一番はこちら 4xe のエンブレム、この辺違いますね。はい、はい、であとですね、こちらタイヤホイール、ホイール17インチでガソリン車のトレイルホークと同じなんですが、タイヤが少し太くなってます。でこちらのトレイルフォークのタイヤ235の55の R17、 ガソリンのトレイルフォークは215ですんで少し太めになってますね。はい、でこれはですね、やっぱりあのガソリン車に比べてプラグインハイブリッドのシステムで300キロ以上車重が増えてる分、この辺タイヤで調整してるんだと思います。でこちらのタイヤコンチネンタルのオールシーズンタイヤなんですが、これかなりこのタイヤいいです。はい、はい、でこちらプラグインハイブリッドならではのポイントとして給油口、こちら右の給油口はこれまで通りガソリンの給油口なんですが、反対側左にも給油口があります。全く同じ左右対称で、でただこちらがですね、よいしょ、こちらは充電用のキャップになってます。でこちらのキャップをの、抜いてここにカシャンと充電器を差し込んで充電する形ですね。でまあ一応間違えないように表示とかもあるんですが、こちらのプラグインハイブリッドの方、この左の給油口は外から手動で開けられるんですが、ガソリンの方は室内のレバーを引っ張らないと開かないようになってます。なんで間違えようがないようになってますね。はい、はい、でこちらプラグインハイブリッドなんですが、はい、こちらが充電器になります。まあアダプターというか、でこれをカシャンと電源に差し込んで、電源というかさっきのあの給油口のところのソケットに差し込んで充電するんですが、こちら側この200ボルトの電源なんですが、これを充電器、充電するための、設備を自宅に工事することになります。はい、はい、で充電するための設備、まあ、こちらがですね、
元の充電器になるんですが、まあ、ここによいしょ先ほどの 200V のコードを差し込むんですが、この充電設備を工事するための費用が10万円で、まあ、これ別売で5500円で、これが基本で、これはですね、充電設備の工事はディーラーさんじゃなくて専用の業者が行います。はい、で先ほどのちっちゃい充電器、まあ、あれが標準なんですが、こちらハイパワー版で、標準の充電器でフル充電に4時間かかるところ、このハイパワー版6キロ版だと2時間でフル充電済むそうです。でただこれは結構金額が高いんで、まあ一般の方はあちらの3キロバージョンの標準の充電器で問題ないと思います。はいはい、でこちらインテリアのですね、基本的なデザインはガソリンエンジンのトレイルホークと基本同じです。まあ、例えばこのフロアマットが 4xE ならではの、特別装備になってたりするんですが、シートなんかは基本同じですね。この黒に赤いステッチのシートとかで、これでリミテッドになるとこのシートがレザーになります。で、まあ、この辺がトレイルホークとリミテッドの性格的な違いがあって面白いですね。はいはい、リアも基本的にガソリンのトレイルホークと同じですね。でこの辺はプラグインハイブリッドだからといって特に違いはありません。はいはい、こちらエンジン 1.3 リッターの直四ツインカム16バルブのターボチャージャー付きユニットなんですが、トレイルフォーク 4xE のトレイルフォークの場合、こちらエンジン単体の出力なんかはガソリンエンジンのトレイルフォークと基本的に同じです。 1.3 リッターながら179馬力高出力を出すんですが、これ一緒で、ここにさらにモーターの出力60馬力が乗りますんで、トータルで239馬力もう完全に一クラス上の動力性能ですね。でこちらですね、プラグインハイブリッドならではの、違いとして、この高圧ケーブル、まあ、このオレンジのカバーがしてあるんですが、まあ、これはこちらの 4xE ならではガソリンのトレイルホークにはないポイントですね。でこのエンジンに関しては、まあ、オイル交換したりだったりとか整備メンテナンスに関してはこれまでのガソリンのトレイルホークと基本的には同じです。はいはい、それではですね、キーオンにしてみます。まあ、エンジンをかけてみますというか、プラグインハイブリッドですんで、でまあブレーキを踏んでこちらのスターターボタンを押す、まあそれ自体はガソリンエンジン車と変わらないです。よいしょ。はい、で今オンにしました。でただエンジンオンにしてもこの時点ではエンジンかかってないんで、まあ電気で起動してますんで音は静かです。でこちら表示ですね、ここのメーター内の表示はこの 4xE プラグインハイブリッドならではで、よいしょ。はい、でこちらメーター内の表示なんですが、右上に 78% って出てるのが、今充電 78% まだ容量がありますよと、まあこれ 100% がフル充電状態なんですが、まあここですね。でその下に35キロって出てるんですが、これはあと35キロモーターだけで走れますよっていう意味ですね。でまあこの辺の表示、プラグインハイブリッドならではになりますね。はいはい、こちらタッチスクリーン U コネクトのモニターなんですが、この画面もプラグインハイブリッドならではで、まあ今ここ緑のところモーターだけで駆動してますよっていう意味ですね。でこれをですね、こうしようかな、
今の 4WD-LOCK にしたんですが、そうすると上にエンジン、青いエンジンのマークが出ました。で、この状態だとフロントエンジン、リアモーターで駆動して四駆になります。で、まあ、通常モーターだけで走行する場合にはこちらはリア FR になります。で、フロントのエンジンが駆動して初めて四駆になるんですが、仮にですね、モーター充電してる電池を全部使い切って空になったとしても、こちらエンジンの横にですね、ちっちゃい緑があるんですが、このちっちゃいモーターで発電しますんで、仮に充電した電池が空になったとしても四駆での走行は可能です。で、これですね、こちら運転履歴っていうところを押すと、まあ、これデモカー試乗車ではあんまり走ってないんで出てこないんですが、モーターでどれだけ走ったかとか、エンジンとモーターでどれだけ走ったかとか、そういった履歴が見れます。で、こちらのですね、充電を計画するっていうボタンを押すと、充電する時間帯とかを選べます。今ですね、深夜帯が電気料金安かったり昼間の方が高かったりするんで、まあ、その辺の電気量の契約は人それぞれなんですが、まあ、これをそのよいしょ、いつ充電していつ終わるかとか、そういうの設定できますね。まあ、これ経済的ですね。はいはい。で、さらにですね、このプラグインハイブリッド 4xe ならではの、機能として、ここボタン、今ハイブリッドにしておくと、モーターとエンジン、まあ、自動で選択というか、その判断して、車任せで運転できるんですが、このエレクトリックっていうボタンを押すと、モーター駆動のみ、電池のみでの走行になります。なんでエンジンかからないんで、基本的にガソリン使いません。で、満タンフル充電で50キロ近く走る車なんで、近所しか運転しないよとか、近場の通勤だけだよっていう人はここにしておけば、で、ガソリン使わずに、ガソリン代、燃料代かかわずにずっと走ることができます。まあ、ある意味 EV と一緒ですね。で、この E セーブっていうやつは、これはですね、基本的には充電重視、そういうふうに思ってて間違いないですね。はい。で、あとですね、こちらの、ハイブリッドならではのポイントとして、まあ、この四駆の切り替え、この、まあ、オートとかスノー、サンドロック、マッドロックとか、これはガソリン単体のこれまでのレネゲード、トレイルホークにもあるんですが、ここ、このスポーツっていうところに、設定すると、常にガソリンエンジンとモーターと両方駆動することになります。で、こうするとものすごいパワフルです。で、まあ、今こちら画面もですね、こういうふうに切り替わってるんですが、まあ、今止まってるんですけど、止まっててもエンジン回ってますんで、エンジンの出力とこちらバッテリー、まあ、バッテリー止まってるんでゼロですが、これエンジンプラスモーター両方駆動となると、ノーマルとはパワーが違います。まあ、ノーマルというかガソリン単体とは60馬力乗ってますんで、で、パワー感としてはですね、2リッターターボのチェロキーとかあれぐらいのパワー感ありますね。よいしょ。で、さらにですね、まあ、この辺4ローで、あとこの 4WD-LOCK っていうのは、例えばその充電池だけモーターだけで走ってる時でも、雪が降ってたり雨降ってたりして四駆で走りたいっていう時は、 FR じゃなくてこの 4WD-LOCK にすれば四駆で走れます。はいはい。それではですね、2020年モデルのジープレネゲード 4xe トレイルホーク、試乗させていただきます。ちょっとこちらはですね、道場試乗ということで、ジープ前橋の山本店長に運転していただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ軽く一周お願いいたします。はい、今スタートボタンを押していただいたんですが、やっぱこの状況だと EV モーターだけなんで全然静かですね。そうですね、このまま発進いたします。はい、じゃあお願いいたします。はい、EV モードですんで基本的にはもう無音、 ETC
カードが挿入されていません。ロードノイズとか風切り音あると思いますけど、まああとモーターがちょっと動いてる感じあるけど、それぐらいですね。全然静かです。で今ですね、モーターだけの駆動ですね。でこちらフル充電で50キロ48キロっていうカタログ値なんですが、それつまり1日40キロぐらいしか走らない人であれば、ガソリン使わずにもうモーター電気だけで走るっていうことですよね。そうですね。でご自宅に帰ってからまた充電していただければ、はい、ガソリン使わずに電気だけで走ることも可能です。つまりガソリン代金、燃料代金はかからないということですね。そうですね。あでやっぱり静かだし、車重増えてる分安定感あって、やっぱ乗り味はすごい良くなってますねこれ。はい、はい、で今、まだ電気だけでロードノイズ、タイヤのノイズと風切り音ぐらいなんですけど、ちょっとこれガソリン、も含めて四駆にしていただけますでしょうか。今あのモーターだけだとこれ後輪駆動なんですよね。はい、そうですね。じゃあちょっと四駆モード、ハイブリッド、パワーモードにしてみて、スポーツモードにしてみていただけますでしょうか。はい、スポーツモードに変えます。はい、今ガソリンが起動しました。もう一気にパワー出ますね。これパワー出るというかトルク感変わってきますね。でただガソリンが、ガソリンってあのエンジンがかかってても静かは静かですねこの車。そうですね。もともとのエンジンの音もそれほど大きくはあの聞こえませんので、うんうん、今もちろん停車中は、そうですね、少しエンジン音しますけど、はい、まあ、これあのモーターだけの時には無音ですもんね。そうですね。3度マットとかにするとトラクションコントロールがオフになったりします。今ちょっとスノーに入れてもらったんですが、スノーに入れるとなんかスタートがじんわりした感じになりますねこれ。はい、2速で発進しますので。あ、スノー2速発進なんですね、はい、でこのスノーとかマッドとかサンドにするともう自動的にこの四駆になるわけですね。そうですね。じゃあまあ雪が降るような地方、雪とか雨とかで路面が不安定な時はもう最初からこのスノーとかを利用するのもいいかもしれないですね、はい、はい、今四輪駆動、フロントガソリン、リア、モーターなんですが、このマイナス1キロってのは何なんですかね。充電されてるっていうことですね。あ、なるほど。はい、このエンジン横にあるちっちゃいモーター、フロントにあるモーターで充電してるっていうことですね。そうですね。あ、でもう一個こちら回生ブレーキついてると思うんですが、まあ、ハイブリッドカーですし、はい、このブレーキのタッチもやっぱりこれまでのガソリンのトレイルフレーク、ごめんなさい、トレイルフォークとは少し違いますかね。そうですね。エンジンブレーキのかかりが、はい、例えば E セーブモード、はい、充電をメインにしてる時の方が、はい、強く効くような感じがしますね。あ、回生ブレーキが強く効いてる感じですかね、はい、なるほど。で今、まあ、下りだったんでほとんど惰性で走ってるんですが、あ、でやっぱ今マイナス22とか26になってるのはそれだけ回生ブレーキで充電してるってことですね。そうですね。はい、であとですね、こちらのジープレネゲードの 4xe、カタログ見てて思ったんですが、これミッション 6AT になってましたが、電子制御の、6速オートマチック、これトレイルフォークのガソリン車は 9AT ですよね。そうですね。ミッション変わってるんですね。はい。でただこの 6AT 多分コンパスなんかと同じミッションだと思うんですが、すごい滑らかですね、はい、コンパスと同じアイシン製の6速オートマチックに変わっておりますので、はい、まあ、非常 に、ガソリンエンジンのリミテッドの、うん、デュアルクラッチとかでも、はい、また、ガソリン車のトレイルフォークの9速の、はい、オートマチックと比べても
非常にスムーズな乗り心地だと思います。リミテッドの方デュアルクラッチで多少癖があるんですが、これ6速のAT に変わったことによって乗り味がやっぱなんか高級感が出た感じはしますね。でこちらの車両ガソリンの同じトレイルフォークに比べるとやっぱ100万円以上の金額が上がってるわけなんですが、まあこうやって乗ってみるとやっぱり力はあるし静かだし、なんか車格が上がった感じはしますね。そうですね、価格の差以上にやっぱり車の持ってるパワーですとか、乗り心地、うん、あともう本当に1ランク2ランク上の車に乗っているような、感じがしますね。なんかもちろんそのレネゲードの1グレードではあるんですが、その乗ってる感じやっぱり車格が上の高級車に乗ってるようなそんな雰囲気ありますね。はい、でじゃあちょっとまたこれから、エレクトリカルモード、モーターだけとかに戻せますかね。はい、はい、でやっぱり途端にさらに静かになりますね。これモーターで走ってるとまあ肉ガソリンエンジンも起動すると4駆になるんですが、こうやって普通に公道舗装路走ってる限りはそんなに何でしょう、足回りの違いは感じないですね。でタイヤがやっぱり215から235にワンサイズ太くなってるんですが、でも乗り味は逆に何でしょう、しっとりした感じで良くなってる感じですね。足回りトレイルフォークの純正よりはなんかちょっとしっとり柔らかいような感じもあるんですけど、これ足回りは違うんですかね。はい、あのガソリンエンジンのトレイルフォークは、はい、グッドイヤーのベクター4シーズン、はい、オールシーズンタイヤを履いてるんですけれども、はい、こちらのタイヤは、コンチネンタルのオールシーズンタイヤになっておりますので、はい、ロードノイズがあの少ない気がしますね。あ、タイヤの違いもやっぱ大きいんでしょうね。うん、これは本当にいいですね、乗ってると。はい、ありがとうございます。はい、こちら2020年型ジープレネゲード 4xe トレイルフォーク503万円。こちらですね、これまでガソリン単体のトレイルフォークに比べて100万以上金額が高くなってますが、実際に乗るとやっぱりモーターのアシストがあることによるトルク感パワー感は半端ありません。でなおかつ車重が増えて2トン超えのボディになってるんですが、その分タイヤを太くして、でなおかつ安定感が出た感じありますね。重量2トン超えてる重量級のボディならではの安定感で、このトルク感パワートルクとこの車重増とタイヤの変更による安定感はクラスがですね、1つか2つ上のクラスのプレミアム SUV に乗ってるような感覚もあります。で特にモーター駆動で走ってる時にはまあ本当に静か、タイヤのロードノイズと風切り音ぐらいしかないですし、まあ、外観はこれまでのレネゲードのトレイルフォークと一緒なんですが、もう乗り味は全然別物。そういう意味で言うとこのプラグインハイブリッド、なかなか面白い、ちっちゃなプレミアム SUV としてはかなり面白いかもしれないですね。で、まあ、あと四駆のシステムもフロントエンジン、リアモーターの四駆、プロペラシャフト、ごめんなさい、プロペラシャフトとかがない四駆ですんで、まあ、この辺の感覚もちょっと違って面白いですね。はい。